ワンクッション佐藤です。今日はですね、一応普段、このような、服を着て射撃場に行ったりとかですね、この、YouTube を撮るのに、まあ、衣装的なものを選んだんですよ、この服を。そしてもう時期が春になり、これを着ているとすごい暑いということで、おニューな洋服を用意しました。さあ、ということで、こちらでございます。こちらですね。ZOZO タウン。ちょうどですね、ペイペイ祭りをやった時に、ペイペイモールで買わせていただきました。さあ、ということで、こちらペイペイモールで買った商品でございます。ということでね、射撃場で、もそうですし、まあ、これから、狩猟のメンバーになるのに、まだ暑い時は、これを着て、目立っておしゃれに過ごしたいと思って買ってみました。こちらでございます。オレンジで派手！これ光ってあれか、見えないか。ということでですね、やっと来ました。すごいいいですね。こちらでございます。ドドンと、こちらですね、フレッドペリーですね。フレッドペリーの、ポロシャツを買ってみました。こちらでございます。フレッドペリーなんて高いですよ、マジで。普段絶対手出せない。でもたまにお店があるとどうしても見たくて、どうしても人生に一度一回ぐらいは着てみたいなと思ってた、おしゃれな洋服でございます。さあ、ということで、オープンしますよ！出て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 、こちらでございます。どうなんだろう、光って、どう何色に見えます？目チカチカすんな、これ。一応ですね、こちらね、一応、外国のね、イギリスの方で作られてるフェリーですね。なんで、サイズが40ということで、まあ、日本車ら L サイズになってしまうんですが、ちょっとまあ、大きめでもいいかなと、夏。最悪、詰めます。自分で詰めるか、どっかのデパートで裾上げ屋さんみたいなとこでちょっと上げてもらえばいいかなと、こんな感じの洋服を買ってみました。さあ、こちらでございますけども、フレッドベリーさん、お値段がなんとですね、買った時、ペイペイモールではですね、これ、9,240円。ポロシャツで1枚下げてる。だけ。でも、ペイペイモールで、ちょうどペイペイ祭りもやってたので、それに合わせていろいろ狙って買ってみました。ということで、ペイペイボーナスというものがつきまして、僕はですね、35%とですね、だから3000円以上安くなったので、まあ、9000、まあアバウト9000円が多分まあ6000円ぐらいになったのかな、6000円になりました。さあ、ということで、ちょっと早速お着替えして着てみたいと思います。やっぱいいんじゃない。ちょっとね、僕ですね、胸板が厚くて、やっぱちょっと気になる。あと僕、なんて言ったらいいわ、胸板が厚いのと、チーのビクの方がですね、いつもやーって両方とも左右いやーって言ってる方なんですよ。なんとなく分かってもらえばいいんですけども、ちょっとね、
いつもやっぱりあの T シャツも何もかもちょっとコンプレックスで必ずこういう風にやっちゃってるのと、ちょっとやっぱぴったりすぎるのが僕的にはやっぱ嫌なんで、僕はあのね、日本人じゃなければあのチーのビクの方がいやーいやーって言ってもいいんですけども、やっぱりちょっとなかなか母国でいやいやっていう状態で歩くのがどうしてもちょっと恥ずかしくてですね、あのゆるっとしたものを着てしまっています。まああとダイエットすればね、少しはいやいやなんてなくなるかななんて思ってはいるんですけども、いや、まあ、痩せてもしょうがないのかな、痩せてもそんなあれなのかな、まあ、ということでちょっとやっぱちょっとねここが大きいかなと、あーやっぱ出ちゃう、どうでしょうかね、ちょっとお尻もちょっと長いですよね、ちょっともうちょっとこれぐらいがいいですよね、せめてね、なんとなくこのぐらいがね、したらまあ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 折っちゃうわ、お腹へそが出ちゃう、あんまり折りすぎちゃうと、逆にへそ出して射撃してる人いる？いやいないいないいない、いやいや前あの玉入れるねエプロンがありますんでね、僕はね、まあまあとりあえずこんな感じのオレンジっていう言い方でいいのかな、よいしょ、そうですね、これはポロシャツレッド系カラー、レッド系その他って書いてますね、オレンジってことかな、オレンジなのかな、まあね、これこちらだからイギリスで作られたやつですね、フレッド・ペリーが12番目にデザインした、シャツ、スタイルナンバーですと、な感じで日本ラインもね、私まあオレンジで、まあ山に行っても派手ですし、射撃場でもちょっと派手にね、こうやっておしゃれに、着こなせたらいいかなと思ってこれを買ってみました。それでは、このおしゃれなフレッド・ペリーの服で射撃をしてうまくなってみたいと思います。それではどうもありがとうございました。バーン。